まだ社長の不服ない玉吐きではありますが、メッションはします。で、今日はね、卵がゆね、サラダだ、スクランブルエッグ、で、昨日もあった豚汁、そこでね、梅のり、切って、海の素材に梅の実が入っててすごい美味しいんですよ。で、そうですね。まあ、こんな感じで、やっていくわ。いただきます。腰の痛みは抜き取りんで対応できるんですが、胃腸炎の方がなかなか治らなくてさ、今日もおかげいただきます。ありがとうございます。優しい。ここにね、梅のり全部入れちゃうの。僕は入院中に海賊だったんですね。毎回お金なんですけど、これを言うと美味しくてさ、
まい。卵、完食。サラダもね、最近まっすぐ食べるようになって、体質も変わりましたね。優しい。この豚汁も近所のおばさんがくれたんですけど、もう見てください。具だくさん。田舎行くと味噌汁が必ず出るんですけど、これでもかってぐらい具が入ってるんですよね。野菜は自家栽培ですし、あとは卵とか豆腐がどっさり入っていて、そうそう、体温きてます。大体奈良県の山はほとんど杉ですから、
軽いわ。ですね。おやすみだよ。ごちそうさまでした。